今回ですね、盆栽動画をスタートする前に、盆栽スチューデントなりに、ちょっとね、説明をしたいと思います。これ、枝が、外に伸びています。枝が外に伸びています。で、盆栽マスターは、この芽のあるところ、これ、芽です。芽のあるところでカット、切るっていうことを今回、動画でやっています。で、まあここでカットした結果、芽のあるところでね、カットした結果がこれなんですけど、少しね、これはみ出ているのはちょっとね、良くないというか、見栄えが良くないっていうか、なので、ギリギリまでね、ギリギリで切ると見栄えがいいですよという、そういうね、切り方を今回、盆栽職人さんはやっています。はい、皆さん、こんにちは。この木は、さつき、さつき、秋芳の光、秋芳の光、この木を今から盆栽職人さんへのカットをするんですけど、一部分を、カットして皆さんにお見せしたいと思います。ではよろしくお願いします。こう切ってるのは特に伸びて、それで外側へ伸びてきますので、で内側へ戻るところまで切り戻してます。なんて言ったらいいのかな。切り戻しっていうかな、どういうかな。切り戻し、枝が、間延びしてるって言ったらいいかな。枝が伸びているのを、こう揺らしながら切ってきます。髪の毛でいうとすくみたいな感じですか。そうですね、長く伸びたのを。要するに髪の毛でいうと、髪の毛が長くなったので、すくような感じで切るって、そういう感じでしょうか。そうですね。で、元の方へ、これ例えばここに、わかりますか？ここに芽があって、こう伸びてます。ですからここでカットします。っていうやり方です。芽のあるところで切る。そうですね。芽のあるところで切る。そうです。で、こう伸びてて、こうあって、こうあります。で、ここで、まあ、芽ね、のあるところで切る。そうですね。芽のあるところで切る。で、こういうふうになってきます。で、この作業の繰り返しです。芽のあるところで切る。で、これ長くなってます。じゃあ、ちょっと大変申し訳ありません。ちょっと私に1本やらせてもらえないでしょうか。それじゃあここをカットしてもらえますか。ここから上を、この部分をね。では今から切ります。目の近いところで切る。で、残ってこういうふうになるとみっともないです。ですから、この部分はまあこういうふうにカットしてきます。そうすると傷口がきれいになります。ということですね。芽のあるところで切る。そうです。芽のあるところで切る。